さんどうも、はしょうございます。今日は前回に続いて無伴奏で挑戦シリーズをお送りします。今から演奏するのは運動会の歌です。運動会の歌でしたらさまざまな曲があるんですけれども、今日はタイトルにも書いてありますように、和歌山県で長年歌われている運動会の歌を演奏します。全国的には知名度は低いんですけれども、和歌山県内の小学校では運動会の前に必ずと言っていいほど歌われており、県民にとっても世代を超えた歌として知られています。今日もベース1本で無伴奏で演奏しますので、もうアレンジなどはせずに、もう原曲の調整に忠実に演奏していきたいと思います。それではお聴きください。どうぞ。